この動画はマクロスデルタのストーリーのネタバレを含みます。これから見る予定だよ、まっさらな状態で楽しみたいよという人は今のうちに動画を閉じることをお勧めします。今日私たちはとある偉人の物語を紐解いていきます。それはマクロスデルタのヒロイン、フレイヤ、ピオン。フレイヤの人生の終わりまでを描いたストーリーは、ある意味彼女の伝記であったとも言えます。それは夢を追い求め、一度だけの恋に落ち、最後には銀河を救った一人の人間の旅路です。フレイヤの生涯は単なるアニメの一キャラクターの枠を超え、見る者の心に消えない足跡を刻みました。彼女が選んだ道のりには、何のために生きるのかという普遍的な問いが込められています。今日私たちはフレイヤの旅を通じて、生きることの本質を探求します。この驚くべき物語に、どうぞ一緒にお付き合いください。私たちが今から紐解く物語は、地球から遥か遠く離れた銀河系辺境域、ブリージンガル球状星団で紡がれます。そこは、人々を凶暴化させる謎の奇病、バールシンドロームが蔓延する世界。この混沌とした宇宙空間の片隅から、フレイヤ、フィオンの物語は始まるのです。惑星ウィンダミアは、フレイヤの生が始まった地です。豊かな自然と広大なリンゴ畑に囲まれた彼女の幼年期は、しかし、平穏なものばかりではありませんでした。新統合政府との不平等条約に端を発したウィンダミア独立戦争は勃発し、彼女の故郷レイブングラス村もその戦火に包まれたのです。しかし、混迷の時代にあっても、人々の心を癒すものがありました。それは歌の力でした。幼いフレイヤは、神官ヨハンの村訪問の際に歌声でもてなす役目を担っていました。その光景を見守っていた一人が、後に彼女の運命と深く関わることになるハヤテ、インメルマンの父、ライトでした。この経験は、フレイヤがバールシンドローム鎮静化の力を持つ戦術音楽ユニット、ヴァルキューレに強い憧れを抱く伏線となったのです。ウィンダミア人には、地球人とは異なる宿命が課せられていました。頭に、ウン、と呼ばれる独自の発光器官を持つ彼らは、高い身体能力を持つ代わりに、平均寿命はわずか30歳と短い。フレイヤの両親もすでに風の泉へと旅立ち、14歳の彼女は、息遅れ、とされる年齢に達していました。村の慣習に従えば、地元の青年との婚約が待っているはずでした。しかし、フレイヤの心は違う場所を指していました。この村の中で生涯を終えることを望まなかった彼女は、ヴァルキューレの加入という大きな夢を胸に、惑星ラグナイキの貨物船への密航を決意します。それは、彼女にとって人生をかけた選択でした。これから私たちはフレイヤ、フィオンの人生における重要な転換点を見つめていきます。彼女は夢を追い求めるため、一艘の貨物船への密航という危険な選択を決意しました。その船上で、彼女は運命的な対抗を果たすことになります。ヴァルキューレを護衛するデルタ小隊のパイロット、ハヤテ、インメルマンとの出会いは、彼女の人生のゴールを大きく変える契機となったのです。その日、貨物船の平穏は突如として破られました。乗組員のバールカという予期せぬ事態が発生し、禁域で任務に当たっていたハヤテが救援に向かいます。しかし、状況は彼の予想を超えて深刻でした。窮地に追い込まれたその瞬間、フレイヤの歌声が暗闇を貫きます。彼女の歌声は、まるで奇跡のように事態を一転させました。バール化していた船員たちの狂気が静まり、マクロス、エリシオンのセンサーは生体ホールド波の反応を捉えます。この偶然の出来事は、フレイヤがヴァルキューレの一員となる資質を持つことを証明したのです。しかし、ヴァルキューレの加入は新たな試練の始まりでもありました。加入後しばらくは期待された力を発揮できない日々が続く中、彼女の支えとなったのは、またもハヤテでした。彼は落ち込むフレイヤを訓練飛行に誘い、
空という広大な舞台で自由な飛行を披露します。その激しい動きに呼応するようにフレイヤの歌声が響き渡ります。この体験は彼女の心に眠っていた歌う喜びを呼び覚ましたのです。最後にカナメ、マキナ、レイナによるワルキューレ流の歓迎会はフレイヤにとって深い意味を持つ儀式となりました。先輩たちの数々の挫折と克服の物語に触れることで彼女は真の意味でワルキューレの一員としての自覚を得たのです。フレイヤの物語は新たなステージへと進みます。ワルキューレの一員として待ちに待った初めてのワクチンライブ、その晴れがましい瞬間に向かって彼女は大きな一歩を踏み出そうとしていたのです。しかしその喜びに満ちた舞台にやがて不穏な影が忍び寄ります。突如として現れた所属不明機の存在はフレイヤの人生に思いもよらぬ試練をもたらすことになるのでした。その時誰もが予期することのできない運命の歯車が静かにしかし確実に動き始めていたのです。謎の舞台が正体を明かした瞬間、フレイヤの心は凍りつきました。それは彼女の故郷ウィンダミア公国の空中騎士団新統合軍への宣戦布告とともに彼女は過酷な現実と向き合うことを余儀なくされます。母国との総国は彼女の心に深い傷を刻んでいきました。そんなフレイヤの心の闇を払おうとマキナとレイナはひそやかな計画を練ります。彼女の誕生日という特別な日に心温まるサプライズを用意したのです。15歳、それはウィンダミア人にとって人生の折り返し地点を意味する重要な節目でした。この日フレイヤは自分を新たな世界へと導いてくれたワルキューレの感謝をかみしめ、これからも歌い続ける決意を新たにします。そしてハヤテがフレイヤにプレゼントとして送ったのは彼女の故郷を切り取ったような一面の雪景色でした。懐かしい風景に心躍らせるフレイヤの姿はまるで少女から大人の女性へと移ろう瞬間のようでした。雪の中で輝くルンの光に導かれるように彼女は歌い始めます。そして強く光るルンに触れようとするハヤテの手を静かに受け入れたのです。この瞬間フレイヤの心に芽生えたのは一生に一度だけのかけがえのない恋でした。それは彼女の生涯の中で永遠に輝き続ける純粋な思いとなるのです。戦争の様相はフレイヤの思いとは無関係に日に日に深刻さを増していきました。戦場では悲劇が次々と起こります。メッサーは宿敵キースとの一騎打ちの末に命を散らし、フレイヤの心の支えであるハヤテとミラージュの消息も途絶えてしまいます。そしてワルキューレもまたウィンダミアの捕虜となる運命をたどるのでした。その時ウィンダミアの最小ロイドブルームは衝撃的な真実を明かします。ミクモの正体はプロトカルチャーの巫女星の歌い手のクローンだったのです。ルダンジャールロムマヤン、その言葉はミクモの意志を束縛し星の歌い手としての力を引き出していきます。各地の遺跡でプロトカルチャーシステムが次々と起動し、ロイドの野望は銀河全体へと広がっていきました。それはウィンダミア人の宿命である短い寿命を肉体を捨て意識を一つにすることで克服しようとする彼なりの答えだったのです。しかしフレイヤは諦めませんでした。ハヤテへの思いを胸に秘め、彼女は歌い続けます。その歌声は仲間たちの心にも届き、カナメとレイナは意識を取り戻し負傷したマキナと共に脱出を試みます。その中で追い詰められた彼女たちを救ったのは奇跡的に生還したハヤテとミラージュでした。敵艦シグルバレンスの甲板で彼女たちは苦しげに歌うミクモに歌で呼びかけます。その思いは確かにミクモの心に届き、ロイドの支配から彼女を解き放ちます。しかしバルキューレと共に歌うミクモの姿に激高したロイドはプロトカルチャーシステムを暴走させてしまいます。システムの暴走が再び人々の意識を奪う中、フレイヤは決意を固めます。制御を失ったハヤテの機体に向かって彼女は躊躇することなく空へと身を投じ
直接歌声を届けようとするのです。カナメたちもその後に続き、空中騎士団にまで歌声は響き渡ります。強い意志に導かれて空を駆ける彼女たちの姿に心を動かされた空中騎士団はついにロイドから離反し、ヴァルキューレと風を合わせる決断を下すのでした。最後の戦いの中でキースは己の身を盾としてロイドを止め、落ちゆく艦と運命を共にします。こうして戦争はウィンダミアの敗北という形で幕を閉じたのです。平和な日々が戻ってから1年、ヴァルキューレとデルタ小隊は停戦記念ライブのためにウィンダミアの地を訪れていました。かつての敵と味方の間に立つフレイヤの存在は今や両者の架け橋となっていたのです。空中騎士団の護衛のもと、一行はフレイヤの故郷レイブングラス村を訪れます。フレイヤの祖母や両親が残したリンゴの木の前で、ハヤテは胸に秘めていた思いを解き放ちます。好きだフレイヤ、俺と一緒に来てほしい。その言葉にフレイヤは彼と同じ時間を生きられない自らの宿命を見つめます。ウィンダミア人の短い命を10日で散るリンゴの花に重ね、そんなリンゴの花でもいいんかねと問いかけるフレイヤに、ハヤテはどんなフレイヤも好きだと答えたのです。しかしその幸福な時間は突如として打ち破られます。三雲の歌声に似た調べとともに、どこからともなく現れた勢力不明のマクロス艦と VF 部隊がウィンダミアに襲いかかったのです。瞬く間に空中騎士団は壊滅し、ヴァルキューレとデルタ小隊も窮地に陥りますが、伝説の天才パイロットマクシミリアン、ジーナスがカルマクロス、ギガシオンの救援で難を逃れます。襲撃の主はエイムダルと名乗る組織、彼らが操る闇の歌い手は星の歌い手の細胞を組み込んだ量子 AI システムという、かつてシャロンアップル事件で猛威を振るったバーチャルシンガーの進化型でした。その脅威は日に日に増大し、ジェントラーディの工場衛星での戦いでは5体に分裂した闇の歌い手が闇キューレとして立ちはだかります。激戦の末、工場衛星は壊滅的な打撃を受けることとなります。その戦いでフレイヤは自らの体に結晶化という重い代償を背負いながらも仲間たちの撤退を可能にしたのです。しかしその戦いの後に待ち受けていたのはより過酷な現実でした。結晶化が進み終わった彼女の体では生体フォールド波の高まりに耐えられない、つまりもう歌うことができない、その残酷な宣告は彼女から離れた場所で告げられました。仲間たちはフレイヤに残された穏やかな時間をできるだけ長く守りたいという思いから、彼女を作戦から外す決断を下します。カナメ、レイナ、マキナはその現実を受け入れ、フレイヤ不在での打開策を必死に模索します。しかしただ一人その現実を受け入れられなかったのは他ならぬ三雲、ギンヌメールでした。病室を訪れた彼女はまるで幼子のように泣きじゃくり、フレイヤとまた歌いたいという心からの願いをこぼすのです。その思いにフレイヤは静かに応えます。かつて自分がワルキューレに抱いた憧れ、そして今なおワルキューレとしてあり続けることへの揺るぎない決意を、その後もぬけの殻になった医療ポットを発見し、館内を必死に探し回るハヤテが見たのは彼の知らないフレイヤの表情でした。これまで今だけを見つめて生きてきた少女の心に初めて未来への不安が芽生えたのです。それは皮肉にもハヤテとの思いが通じ合ったことで見えてしまった愛する人と共に歩めない時間への予感でした。歌声で皆を守るワルキューレでありながら初めて歌うことへの恐れを抱くフレイヤ、その姿にハヤテはもう歌うなという言葉を投げかけます。それに対するフレイヤの、ハヤテは空を飛ばんで生きていけるんかねという問いかけ、そして帰ってきたウィンダミアは俺が守るという一見すれ違う答え、その言葉の裏にはフレイヤへの深い思いとそれゆえの苦悩が滲んでいたのです。そして最終決戦の火蓋が切られます。
戦場をかけるハヤテの思いは、ある逆説を生み出すことになります。戦いを止める歌じゃない。普通の優しい歌をフレイヤーとワルキューレが歌うために戦いをなくす。その奮闘は、皮肉にもフレイヤーの決意を固める契機となります。戦況は刻一刻と厳しさを増していきます。想定をはるかに超えるスピードで進化を遂げた闇キューレの前に、歌のジャミング、マクロスキャノンによる一斉攻撃さえも虚しく砕かれていきます。銀河の秩序が永遠の闇に沈もうとしたその瞬間、戦場に一筋の光が差し込みます。それは、再び立ち上がったフレイヤーの姿でした。運命を変える瞬間、戦場に戻ってきたフレイヤーの声が響きます。私にとって生きるってことは、ワルキューレとして歌うってことなんよ。その覚悟に満ちた言葉は、仲間たちの心を大きく揺さぶります。ハヤテとワルキューレは、その思いに深く共鳴し、たとえどんな結末が待っていようとも、フレイヤーと共に、生きる、意志を固めたのでした。銀河のために、誰かのために、今、私たち、瞬間完全燃焼、命がけで楽しんじゃえ。ゴー、ワルキューレ、何度も聞いたはずのこの言葉が、この瞬間だけは特別な光を放ちます。そして、フレイヤーの命そのものを燃やすような歌声は、思いもよらぬ奇跡を起こしていきます。それは、敵であったはずの闇キューレの心に、一緒に生きる、という新たな感情を芽生えさせたのです。行く道も、来た道も、間違いなど一つもない。とても幸せだから、世界を祝福するフレイヤーの歌声はウィンダミアにも届き、共に歌う人々に伝説のルンの花を咲かせました。すべての力をつぎ込んで歌い終えたフレイヤーは、心から愛してる、という言葉と共に意識を失います。意識を取り戻したフレイヤーの瞳に映し出されたのは、ハヤテの優しい表情と、かつての敵が変容した小さな命、闇キューレのコアとなった赤ん坊の姿でした。その小さな頭に伸びたルンは、フレイヤーの歌が新たな未来を紡ぎ出した証のようです。フレイヤーの表情には深い満足の色が浮かびます。自らの歌が確かに未来へとつながっていく。その喜びが、結晶化によって真っ白に変わった衣装と重なり、まるで純白のウェディングドレスをまとうかのような神々しい光景を作り出していました。花は白い。リンゴは赤い。風が優しい。歌は楽しい。ハヤテの父からの手紙の言葉を重ねるように、二人は思いを確かめ合います。そして、ハヤテの腕の中で一生で一番の愛を伝え、最初で最後のキスを交わした後、フレイヤーは風に召されます。永遠の眠りについたフレイヤーの胸元で形作られた手の形。それは、ワルキューレのハンドサインでした。その仕草には深い意味が込められていました。フレイヤーは自らの生涯の最後まで、ハヤテにとってかけがえのない特別な女の子であり続け、同時に、歌声で人々の心を救うワルキューレとしての誇りを胸に秘め続けたのです。フレイヤーの物語は、時を超えて最後の場面へと移ります。その場所は、かつてフレイヤーが愛した人に見せたいと願った、満開の花に包まれたリンゴ畑でした。そこで交わされる言葉には、過去と未来が優しく溶け合っています。ハヤテの穏やかな笑みと、星の歌い手の、覚悟するんよ、という、どこか懐かしい響きを持つ言葉、マクロス・デルタの物語は、まるで永遠に続く歌のように、静かに、しかし確かな希望と共に幕を閉じるのでした。フレイヤーの選んだ道、皆さんはどう感じましたか？15年という短い時間の中で、フレイヤーは自分の人生の意味を見つけ出して、生き切りました。その生き方って、もっと長い時間がある私たちへの問いかけでもあると思います。あなたは与えられた時間で、何を選んで、どう生きていく。って、こんな生き方もあるんだな。私だったら違う選択をしたかも。など、感じ方は人それぞれだと思います。フレイヤーを見て何を思ったのか、どんな気持ちになったのか、率直な感想をコメントで聞かせてください。そうそう、
最近アニポケやプロジェクト世界で鈴木みのりさんの歌声や演技に惹かれた人も多いんじゃないでしょうか。実はフレイヤフィオンは彼女のデビュー作なんです。そして7年もの間このキャラクターと共に歩み続けて、ついには人生の終わりまで演じ切った作品でもあります。その軌跡を追いかけると、役者としての鈴木みのりさんの姿がより鮮やかに見えてくるはずです。フレイヤの生き方に何か響くものを感じた人は、ぜひマクロスデルタを映像で体験してみてください。きっとまた違った発見があると思います。もしかしたらフレイヤの物語があなたの心に残してくれた何かが誰かの心にも響くかもしれませんね。